デュールバンゲンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ軍に属する市場長。デュールバンゲンは、アンスバッハ軍の南西部、大規模軍都市ディンケルスビュールや、軍所属市ホイヒトバンゲンの近くに位置する。領域の大部分は、ベルニッツ川とズルツバッハ川という2つの渓谷の間の高台にあり、長域東部が、ズルツバッハ渓谷に属す。 中心地のデュルバンゲン地区は、わずかに、ズルツバフハ川の東岸にまで町域を広げているが、それ以外は、この川が、ホイヒトバンゲンとの境界になっている。町域の総面積2302.62ヘクタールの内訳は、以下の通り、デュルバンゲンに隣接する市町村は、北から時計回りに、軍所属し、ホイヒトバンゲン、市場町デントライン、アムフォルスト、町、 ラングフルト大規模軍都市、ディンケルスビュール、市場町ショップフロハホである。この町は公式には14の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1951年から1980年までの年間平均気温は摂氏7.5度、年間降水量は650ミ、mm、リメートルである。議会は 主張を除き14名で構成される。第一主張は、ユルゲン・コンゾル家である。ズ柄ガラ、4分割。向かって、左上は、銀字に3本の黒い横帯。ただし、横帯は短く、左端から区画の途中まで、帯の先端は尖っている。向かって右上及び左下は、赤字に、銀のアンドレアス・クロイズ。向かって、右下は、銀地に3本の黒い縦帯。ただし、 縦帯体は短く、下端から区画の途中まで、帯の先端は尖っている。波乱に富んだ歴史を持つ、この市場町には、多くの建造物が保存されている。この他にも多くの古い建築や、記念碑が点在する。デュルバンンは、多くの池が連なる、静かで、丘陵や森に富んだ場所に位置している。町内を流れるズルツバッハ川は激しく蛇行している。デュルバンンには、 多くのスポーツクラブがある。デュールバンゲンは、ロマンティック・フランケン観光連盟に加盟しており、また、ヘッセルベルク地区開発協会の一員でもある。超域の西、ショップ・フロフホで、連邦道、B25 号線に接続する道が走っている。さらにその西には、南北に走る連邦アウトバーン A7 号線がある。このアウトバーンの最寄りのインターチェンジは、ディンケルスビュール・フィヒテナウ、 または、ホイヒトバンゲン西である。北には、連邦道 A6 号線が東西に走っている。この最寄りのインターチェンジには、ホイヒトバンゲン北、アウラハ、ヘリーデン、あるいはアンスバッハなどがある。長距離鉄道は、アンスバッハ駅から、シュトットガルトニュルンベルク線やビューツブルク、インゴルシュタット線が利用可能である。最寄りの空港は、ニュルンベルク空港であるが、 さらに小規模な空港として、ディンケルスビュールイコールジンブロン空港がある。市場町デュルバンゲンは、大企業が進出しているわけではない。中心となるデュルバンゲン地区や、ハルスバッハ地区、ハスラッハ地区などに中小企業がある。とはいえ、労働人口の多くは、他の自治体へ働きに行っており、町内の社会保険支払い義務者は、 わずかに234人が登録されているだけである。この他の小地区では農業が主要な産業となっている。2005年現在26の農業企業があり、そのうち2つの企業は50ヘクタール以上の農場を経営している。ありがとうございます。